疲れした。慣れました。はい、完全に慣れた。やべ、800切るな、800切るな、このままだと。いやー、なんか勝てる気がしない、正直今。勝てる気しねえんだよな。ちょっとレート1000の人とかいないのかな。いや、調子悪い。めっちゃ下がってる。800切りそう。マジで、ぼちぼち。おい、誰か来ねえのかな。女子だ、こういう時。来てくれないかな。ちょっと、なんかさ、毎回こういう流れでさ、あの、パーティー招待を送るんだけど、なちわちゃん絶対迷惑してるよな。さすがにそろそろなんかうざがられてるかなと思って、ちょっと送れねえわ。もうだいぶ送ってる、10通ぐらい送ってるよな、トータル。よし、いや、男は度胸や。ここはやっぱ大人の男として、こうやっぱ丁寧にメッセージを送ろう。そうすれば来るかもしれない。うん、お久しぶりぶり、ザエモン笑い。お久しぶりぶり。こうやってちょっとお茶目なところを見せておいて、今から私と夜のフレンドいたしませぬか。しオッケー。さあ、あ、風邪ひいてる。あ、風邪ひいてるならダメだ。風邪ひいてるならダメだ。そうか。なに、夜のって夜のフレンドマッチじゃん。夜じゃん今。なんで夜じゃん今。なにを言ってんの。あっ、なちまちゃん。違うんだよ、聞いて、なちまちゃん。違う違う違う、こいつらがね、全部文章を考えたから、マジで。いや、もう本当にないわ、お前ら。もうだから言ったじゃん、これね、夏場ちゃん全部ね、このコメント欄のリスナーが全部考えました。いや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 、ないわ、本当にないわ、俺全部書かされたから。うわうわうわ、メッサイを打ってたの見てました。おい、見てたんかよ、見てたいんかよ、やべえ。やりましょう。え、ここ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 。え、体調大丈夫？本当？じゃあやろう、フレマ。喉はあれかな、喉はあれかな、夏葉ちゃん。全然、ねえ、風邪ひいてるな、千葉ちゃんに、ちょっとね、声を酷使させるわけにいかないんで。やろう、早くやろう。あ、もう一度全然いける。いや、な、千葉ちゃんやべえ。な、千葉ちゃんが見てるんだった。やべえ。な、千葉ちゃん、あー、お久しぶりで。お久しぶりです。お久しぶり。声がちょっと枯れてるね、夏千葉。あ、本当ですか。うん、風なの。風です。いやー、俺もね、風邪ひいてちょっと今日はテンション低いんですよ。やりましょう、やりましょう。オッケー。よし、じゃあね、ちょっと待ってね。じゃあやりまちょっとコメント待ってね。オッケー、行きましょう、やりましょう。よし、ははは、よし、行きましょう。よし、さあ、やりましょうのカタカナなんですけど大丈夫ですか。あ、それ、あ、嘘、ちょっと待って、変換ミスった。マジ、うわ、ミスってらっしゃる。やべえ、うわ、ほんとだ。いや、変換ミスだこれ。やっちまったな、ミスさん。いや、ちょ
それなんかちょっと本気で引かないでよ夏しばし本気の方がいいよね、もちろん本気の方がいいですねえ、変になんか手加減とかね、本当に良くないもんね。そうですね。じゃあ俺のちょっとあのフィンガーテクニックでちょっとやっちゃうんでお願いします。変な意味ないですよ、俺のこのコントローラー。大丈夫です。フィンガーテクニックでよし。ネスさん、あ、な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 、そう、なんか一時期調子良かったんだけどマジで勝てなくなってきちゃって最近。アイセキューオーケーオーケーオーケー。嘘でしょ。よしよしよし、オーケーオーケーオーケー。そうですよ、こっちとらね、クリで攻めていくんで。クリスチアーノ・ロナウドですよ。ああ、はいはい、ロナウドさん。そうです、ごめんね、なんか風の時に呼んじゃって。あ、いや全然、うん、すいません、声枯れてて。はい、そもそもね、違うんだよ、これはマジな話。しょっぱなね、あのなんかリスナー夏しばちゃん呼べみたいなね話になって。あ、ありがたい。いや、そっからなんですよ本当に。だから風だろってね、俺知ってたんで、夏しばちゃんのことはもう完全に分かってるんで。うん、本当ですか？もう風邪ひいてるっていうのは。え、怖い。ちょっと怖いですね。いや、それはね、エルネコさんが言ってた、実は。あの、エルネコさんっていうモデレーターが、もう、夏島ちゃんのこと俺、全部知ってるからって、なんか気持ち悪いコメントしてたんで。いや、エルネコさん、ありがとうございます。エルネコさんはありがとうなの。エルネコさんだとありがとうなの。あの、夏島ちゃんのメンバーになりてえなと思って、俺。メンバースポンサー。え、本当ですか？だってさ、俺カバンの中身見たいもん、はい、いやいやいや、カバンの中身見てーと思って。カバン、あれだってメンバー限定でね。そうですね、カバンの中身大公開でしょ。あ、でもあれはカバンの中身かどうかちょっと置いといて、うんうんうん、何かの中身ですね。何か、え、そんなの配信で言っちゃって大丈夫なんで。違う、夏島です。それはちょっと俺、もうメスだ、メスだ、下はやめてくれよ夏島ちゃん、ちょっ と、ああ何の中身だよ。だいたいさ、再生数さ、はい、落ちてきたらなんかなえるじゃん、だいたい。そうですね、なえるっていうか、どうしようって感じになっちゃいますね。なえずに、いや、なんかいろいろ工夫してやってんなと思って。ありがとうございます。本当に本当に、それは。ということで、あの、ちょっと LINE 交換。あ、LINE ですか？はい、なんでもないです。ちょっと厳しいですね。いや、でも私、メスさんのこと本当に尊敬してて。いや、ありがとうございます。動画の編集とか、毎回参考にさせてもらってるんですよ。いや、もうどん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 参考にしちゃってください。むしろもう、直接教えに行きますけど、あれなら。本当ですか。じゃあ、後でちょっと DM で住所とか。ちょっと厳しいですね。あ、そうそう。てか、そうなんですよ。兄、教えてくんないの？教えてくれるんですけど、うん、なんか、レート差ありすぎて。ああ、なるほど。難しいんですよ、ね。ああ、確かに課題がちょっと違うのかもしれないね。そう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 。なるほど、なるほど。そうなんですよ。なるほど。俺だったらね、課題に合わせてちゃんとレクチャーできるんで。本当ですか？うん、後ろからあのコントローラーね、握りながら、夏島ちゃんの後ろから。後ろから？うん。ちょっと厳しくないですか、その状態。全然俺的には。あ、本当ですか？問題なしだけど。私的にちょっと厳しいです、ね。ああ、そうなんだ。ああ。そっかそっか。夏島ちゃん、じゃあ、ちょっと100試合勝負とかやろうか。24時間対決。あー、ありですね。俺ならできるな、夏葉ちゃんとならできるな、俺。本当ですか？24時間耐久。絶対きついと思うんだけど。耐久対決。いやー、うん、どう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 。ありですね。やりましょう、ぜひ。えぐきもい。あ、なんでえぐきもいって。ありがとうございます。いやー、夏葉ちゃんごめんね、本当に突然呼んじゃって。いや、ありがとうございました。あの、ちょいちょいあのパーティー今までも送ってたじゃないですか、夏島ちゃん。そうですね、すいません、これは。あ、なんかそれ見て、なんかどういう感じ、別に、あ、なんか、あー来れなかったみたいな、そんな感じ。そうですね、悔しかったです。あー、そうな、あ、やっぱ来たいなっていうところはあったんだ。もちろん。あー、よかった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 。
キンモとか思ってないよね。大丈夫、ちょっと思ってて大丈夫です。あ、大丈夫。1割ぐらい。1割ちょっと、キンモみたいな。いや、1割嬉しいな。あ、1割嬉しい。なつしまちゃんのバカ。ありがとうございました。1割だよ。1割嬉しいかよ。9割キモいじゃねえかよ。9割キモいじゃねえかよ。まままままままウィーン。